昨年度の東大戦なんですけれども、まあ、京大めちゃくちゃスクラムに自信があって東大戦も絶対押したるぞって気持ちで行ったんですけど、まあ、結果押し切ることができなかったのがめっちゃ悔しかったです。3年生の時、まあ、B 戦で出ることになって、ただその時に自分がコンバージョン2本外して、まあ、結果的にそれで B チーム負けてしまったので、まあ、秩父の宮で戦えたすごい本当にありがたい機会だったんですけど、自分のまあ、キックの、ミスで、まあ、負けたっていうので、すごく、後悔してる思い出があるので、今年の京大の定期戦に関しては、もう本当に、自分の、今までの4年間の集大成を出して、ベストゲームにしたいなっていうふうに思ってます。今年度は、まあ、対面が高校の同期の味方くんということもあって、スクラム絶対に押したいと思います。エコパスタジアムっていう素晴らしい、グラウンドをまた、用意していただいて、まあ、また100周年で、まあ、京大の方も気合入ってると思うんですけど、まあ、東大も最終戦で、まあ、今年の一番いい、ラグビーをして、もう本当に強いラグビーをして、京大を、まあ、ぼこして、今年も勝ちたいと、思っているので、全力でやっていきたいと思ってます。今年はどっちが強いスクラム組めるか勝負しましょう。京大の皆さん、100周年おめでとうございます。大変素晴らしいことだと思うんですけれども、試合では忖度できないので、今年も、東大が京大をぼこしたいと思っています。試合、お互い全力尽くして楽しみましょう。